おはようございます。ます日経日曜サロンです。この番組は日本経済新聞のセリカようい論説フェローが担当直入にゲストに今聞きたいことを聞いていく番組です。今日のゲストは東京大学大学院情報学関教授の吉見俊也さんです。はい。あのコロナショックを考えるシリーズのですね、まあ5回目、まあ最終回ですね。吉見さんはですね、まあ社会学、文化研究、まあメディア。 ああ研究ね、まあご専門です。まあコロナの問題からですね、まあ一元延期になってます東京オリンピックなどについてですね、お話を伺ってみたいと思っております。ますよろしくお願いします。新型コロナウイルスによる感染者数が世界で今もなお増え続けています。はい、吉見さんは社会学がご専門というお立場から、はい、かまあここまでの動き流れをどのように分析されていらっしゃいますか。 あのまあ新型コロナウイルスにおける夜パンデミックですね。これ考えるときに一番重要なのは私はま非常に長い目で見るとグローバリゼーションとの関係これがまあとても重要だと思っています。今ま世界で起こっている問題というものを今年だけで考えるんじゃなくて少なくとも3つの。 21世紀に入ってから起こった出来事とつなげて考える必要があると思うんですね。一、はい、つ目は年の9月11日のの月日米国の同時多発テロですこれはアメリカのあるいはそのグローバルなですねある種の力の支配というものに対する、うん、なんて言うんでしょうかねその反逆というかそういうものとして起こったわけですけれども二つ目が2008年の言わずと知られたリーマンショックですね。 でこれはあのグローバリゼーションに対するです、ねまあ、一種の破綻そして3つ目が2016年のブレクジットと、うんえー、それから、まあ、アメリカに受けるトランプ大統領の誕生です、うん、これあの今回のコロナのパンデミックも含めてですね起こってることは要するに、まあ、1980年代ぐらいからの新自由主義的なグローバリゼーション、うんえー、これのまあ限界というかこの まあ大きな流れに対する反動というかそういうものがまあいろいろな違う形で起こっているんだと思うんですねもうちょっとまあ長い時間で考えてみますとこういうですね感染症のパンデミックとそれからまあグローバル化というのがもう表裏の関係を成してきたということがよくわかります、えー、今まあ起こっている感染症パンデミックの前の 同じようなパンデミックというのは、まあこれはあのよく報道されている通りですけれども、1918年から19年にかけてのインフルエンザのパンデミックです。え、これもちょうど第一次世界大戦で兵士たち、えまあ軍の兵士たちが特にアメリカからヨーロッパへというふうにグローバルに移動していたわけですね。これがまああの感染症を全世界に広げていくわけです。1890年代、90年代ぐらいからですかね。 そのグローバル化がものすごく進んでそして金融もそうですしそれから人の行き来もそうですし情報もそうですけどもまあ世界がこう一つになっていくものすごい勢いでそのまあ交流が盛んなっていったこととまさしく表裏を成している。こういうい大状況 の中で今私たちが直面していいいるる問題をやっぱり考えるべきじゃないかっていうふうに思うんですねそれをこう日本社会に引き寄せるとどういう捉え方をしたらよろしいんですかね、はい、感染予防と経済再生が二律背反でこっちからあちらを立てればこちらを立たずっていう、うん、ト,レトレードオフになってるっていう、まあ、その通りなんですけども、えーえー、これ単純にその普通のです、ね、時間軸のなし,なしのです、ね、普通の平面で見たら解がないんですね。うん でこれを解決する道を考えるにはやっぱり時間軸を入れるしかないんですよ数十年単位の問題としてこの問題を考えるとこれはサステイナブルな、うん、つまり持続可能なグローバル化ってどういう形なのかっていう、うんね、日本が持続可能なグローバル化をリードするっていうそういうふうなあの社会や国や経済の在り方を、まあ、作っていくためにはどういうことを今すればいいのかっていうことを やっぱり本当はリーダーシップを取って考えるべきだというふうふに思ってますその4月、緊急事態宣言以降の、ねはい、日本社会を考えますと、ね、そのですかその自粛警察とか、ねね、マスク警察とか、ねはい、同調圧力でぐっと押さえつけようとするような、ねうはい、これ、昔あの社会学で教わった、ね、エリザベート・ノエル・ノイマその例の沈黙の話題だから大きい声がどんどん大きくなり小さい声が小さくなって,て、ねはいくとだんまりを決め込んでしまうとかね。はい そういう流れってね、そのは戦前のね隣組とかそういうのと同じようなねんか構造的に一緒じゃないかなと思うんですけあのもステイホームって英語で言えば「命令でしょ家にいなさい」っていうステイだから家にいろっていう命令形なんですよねつまり誰かが誰かに命令をする。でこれはヨーロッパの場合は明らかで国家が市民にこれは非常に大変な事態だからだから家にいなさいって ある時間を限って命令をしたんですね。だから封鎖によって対応したわけですよ。うん、ところが、日本はまあ中途半端な封鎖があったかもしれないけど、基本的には自粛によってなんとか第一歩を乗り切った。うん、で、まあ乗り切ったこと自体はいいんだけど、じゃあこの自粛って何だったのっ、うん、自粛っていうのの一番厄介なのは、自粛の自は一体誰なの。 つまり自分が自分の意思で自粛してるんじゃないと思うまあそ,のそう思ってるかもしんないけれどもでもなんとなくねその周りのみんながっていう同調圧力ですよねでこれ誰に命令されたのかっていうと別に都とか国じゃおそらくないんですね。むしろ世間 そうですね、世間が世間が自粛しないでいるやつはこう村八分にするみたいなね,うそ,うねそういう空気が満ち満ちてるわけですよ。うん、そうすると感染予防にとってはまあ必要な部分はあるけれども、うん、それをもたらしている力というのは自粛の力であり自粛の力というのはまあ自分でもないし国家でもないし。うん 誰だか横腹か分からないこの世間というものが私たちをこうそこにずっと追いやっていく。うん、このの社会の仕組みって やっぱり日本のこのすごく難しい日本の社会が持っているものすごく難しい部分だっていう気がしますね。うね一連のこう流れを見ますとね、はい、あんまり文句切ってないんですよねでど,うどうもね吉見さんがお書きになったですね平成の時代をねこう振り返られたね、はい、5本の中でねそのあれその平成の30年っていうのはね失敗の博物館でしたっけ <laughs> あ,あれはそうですねつまり あの平成の30年間を振り返るとさまざまなっっていったプロセスが見えるえつまりえ経済を見ればバブルが崩壊し政治を見るとまあ90年代から2000年代にかけてのまあキーワードは政治主導ですよね。で政治主導っていうことがずっと言われ続けてきたんだけれども結局その行き着いた先は官邸主導でしかなかった。 で社会を見るとどうも90年代から少子高齢化が止まらない。うんうん、あの平成は失敗の30年あるいは失われた30年って言われますね。うんうん、でも私はあのこれ30年じゃないっていうふうに言ってるんですよ。うんうん、そうじゃなくてえっ、ー、と平成の30年はおそらく失われる50年と言いますかうん、うん、半世紀の前半部分。 ということは、今まさにその続き、つまり令和は続いてるわ。まだ続いてる。まだ続いてるし、<ー>まだあの、まあ長ければ僕は十数年は続く。えっと、千九百八十年代の割、うん、あるいは九十年代ぐらいから。非常にあの日本社会が困難に直面し始めるって。うん、いろんな問題を、にぶつかり始めて、非常に苦しい時代に入ってきますよね。うんうん でこれはあの平成の30年で終わったわけではなくてなるほど、ね、おそらく、まあ、2040年前後あと、まあまあ、長ければ二十数年だし短ければ20年より少ないかもしれないそれは分かりませんけれどももうしばらくは続くはずだと思います。ね、戦後の 1950年代から60年代にかけてというのは、まあ、あの先進資本主義諸国はどこでもハッピーだったんですねつまり経済成長を日本も経済成長しましたけれどもしかし日本だけではなくてヨーロッパやアメリカも全世界が非常にこう豊かな社会に向かっていきましたから、まあ、この時代は良かった。うん ところが、それがこう非常に難しくなってくるのは、ヨーロッパやアメリカの場合、欧米の場合は70年代ですよね。70年代から80年代にかけての日本は経験してないわけですよ。うまくいっちゃったっていうか、乗り切っちゃった。まだ伸びしろがあったんですところが、日本が欧米の社会が非常に直面したような困難に直面し始めるのは90年代です。20年ぐらい時差があるんですね。だから20年ぐらい時差があって、70年代80年代日本だけうまくいってたから。 良かったって自分たちがいいんだと思ったけどこれは単なる時差であってやっぱり資本主義があるところまで行った時にはあのなんていうんですか飽和するんですねでその時に社会をどう変えていくかっていう問題が90年代以降起こってきた問題であってそれに対する解決を見つけない限りこれは次のステージにはいけないっていうふうに思ってるんです新型コロナによってオリンピック一年延期されました吉見先生はの4月に、はい 五輪とと戦後いいう本を出されています、はい、そこでは日本にとってオリンピックとは何なのかを明らかになさっているんですけれどもこの1年延期をどのように受け止めていいらっしゃいますか、はい、五輪を来年開催するということに対して、まあ、あのコロナの問題が一番大きいですけれどもそれと世論の間でももう非常に疑問符がすでに生じている。うんうん、で、えっと、結果的にどうなるかは分かりませんけれども。 この疑問符を振り返ってみるとですね、一体私たちはなぜオリンピックを開催することにしちゃったんだろうっていう問いをですね、やっぱりもう一回振り返った方がいいんじゃないかって私は思います。その2 0まあ20年にもともとオリンピックをやろうとしたときに、これはあの新聞のデータとかひらつべてみると面白いんですけれども、普通まあオリンピックのようなですね大規模イベントをやって時間が経ってくると。 えー、まあ、人々は、ちょっとこう、記憶が薄れてくる。東京五輪の場合も。まあ、六十四年にやって、七十年代、八十年代は。だんだん新聞とかメディアの中での。六十四年の五輪に対する、まあ、言及の回数が。減ってきてるんですね。ところが、面白いことに。九十年代に入ると、また少し上がってるんです。つまり。また関心が。復活してる。もう一回、六十四年の。オリンピックを、こう。 もう一回経験したいっていうです思いが人々の中に無意識に非常に上がってきていたんじゃないか。だけれども最も重要なことはあの輝かしい時代はもう二度と来ないんです。六十年代に追求した価値とそれから二十一世紀のまあ初頭といいますかに私たちが追求すべき価値って違うんですよね。六十年代にはやっぱり成長期ですからあのオリンピックのスローガンでもありましたけれどもより早く よよりり高くより強く強社会を成長させる、うん、でももうあの経済が、まあ、S 字カーブで言ったら一番上のところまである程度いった社会成熟社会にこう成長社会から成熟社会に変わっていくフェーズに私たちはいるんで、うん、まあオリンピックないしポストオリンピック、うん、そこで目指されるべき価値はあのより楽しく、うん、それからよりしなやかに、うん、そして より末永くつまりより楽しくというのは生活のクオリティの問題、うん、そしてよりしなやかにというのは、うん、まあ災害もそうですしこのコロナのパンデミックもそうですけれども、うん、そういうふうなものに対するレジリエンスというそのあるこの回復力の問題そしてまあ最も重要なのはより末永くというのは、うんえー、さっきの持続可能性、うん、つまりサステナビリティの問題ですね。そそそういうういい価値のの軸が変わっているるだからそうするとそれは そのために本当に必要なのは本当にオリンピックだったのかという問いが本当は原点にあったんじゃないかという気がいたします。という気るいメディアのねやっぱり一つの、はい、まあご専門にもいらっしゃいますけどねこのコロナのですね報道ということでですね例えばワイドショーでどんどん取り上げてですねあるコロナ恐怖症みたいな人が出てきたりとかね、はい、このメディアとそのコロナのかはですねどういうふうに見ておられますか ざっくり言えばです、ね、マスメディアの時代からマスデータの時代にかと、うん、送り手がある種、うん、その情報の世界をまあ良くも悪くもコントロールして、うん、ゲートキーパーとしてコントロールしていた時代、うん、でしかしやっぱりインターネットが入ってきたことによってその情報の世界の構造はやっぱりパラタイムチェンジしたんですね。そ,すねそして 誰もが送り手になったというこのメディアになりました、ね。メディアになった。そうすると誰もが送り手になったって初期はみんながそのなんてう発信者になって何かを発言する権利を持ったんだっていうふうに言われましたけれども、でもその後フィルターバブルとかまあいろんな問題がフェイクニュースとかいろんな問題が出てきました。一体どういうことなのかというとデータがどん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 こう喪失されていく。そしてそれが増幅していく。その主体に。 一人一人のユーザー自身がもうなっちゃってる外にないっていいますか、うん、そういう社会において一体その何て言うかな私たちは自分たちの社会をこうどう把握すればいいのかっていうことについて、うん、一体誰がどういう形で、うん、あのビジョンを示すことができるのかっていうこれすごく問われてると思うんですね。うん、そうすると、まあ、ビジョンがない中で、うん こう閉塞していくっていう。自分の頭で考えて自分で捉えるそういう個人個人がそういう能力を持つようにならなきゃいけないってことなんですよね。うん。難しいですけど難しいですね。<laughs> その自分っていうのがよく分からなくなっちゃってるっていうのが現在だと思いますんで。ですから私はまあ自分というよりもパブリックな場、パブリックな空間を例えばこれは大学かもしれない。あるいはこれあのミュージアムかもしれない。そして このメディアかもしれない、うん、そういう場を作っていく。うん、で作っていって、そのことの価値をもう一回私たちが。その。なて言うんでしょうか、こう見直していくというか、もう一回そこに拠点を持っていくということが。うん、あの。とても大切だというふうに私は思います。難しい時代になってますね。<laughs> そうですね。今日はお話、お聞かせいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。 セリカさん今日の吉見さんのお話いかがでしたでしょうかやっぱ感染症っていうのはですねまあいわゆるグローバル化ですねそういうまあ、歴史的にですねそういう中でまあ、広がってきてるということはね非常によく分かったと思いますで、そのさらに日本の場合はですねいわゆる同調圧力とかね非常にこう難しいですね何ともこう言いようのないようなねそういうこう我々をですねこう真旗で首を絞めるような感じでぐっとですね迫ってくるものがあるということだと思いますではもう一つやっぱオリンピックですねオリンピックにつきましてはですね捉え直しと言いますかねはいですから どういうふうにそこを考えてですね捉え直しをしてです、ね、やっていくのか、まあ、いわゆる持続可能性っていうことだと思いますね。そう,すねそういう視点がですねまあ持病のですね潰瘍性大腸炎。 これがあの、まあ、薬で抑えられていたんですけども病気がです、ねまあ、再発したということのようですね慶応、まあ、大学病院に2度ですねまた検査追加の検査入院検査されたりしましたけども、まあ、その結果ですねこの月曜日の日ですか24日の日にですね、えーまあ、のもうそういう退陣の意向をね固めたということをご自身に言っておられましたですね えー、その政治判断といいますか判断することに対してですね、まあ、健康にですね不安が出てきて、えーま、あの正当な判断といいますかまっとうな判断をすることにですね不安があるというようなことをおっしゃってましたので、うん、まあやっぱりここはあの引き際といいますか、えー、佐藤さんのですね連続記録も在任の記録も抜きましたし、えー、もちろん通算も抜いてますのでねある種自分なりのですね引き際ということをお考えになったんだと思います。 2018年ですか、あの前回のですね、直近の総裁選挙の時はですね、安倍さんと石破さんがですね、それで戦ったわけですね、そして党員投票では、安倍さんが55%、石破さんが45%というですね、そういう票を取りまして、これ、405票なんですけどね、国会議員と党員の票をですね、同じ数字にしまして、405票をです、ね、55対45で分け合ったと。 そして、まあ、もちろん国会議員の票がありますからそれは合算したという、まあ、そういうやり方が一つですね。もう一つはですね緊急を要する場合にはですねその党大会に代わる両院議員総会で選ぶことができるという規定があるんですね党則にですね。 ですから、まあ今度の場合はですね。この緊急事態だということで、えー、その両院議員総会でですね。選ぶということをですね。まあ、あの自民党の中にはね。そういう考え方の方が結構いらっしゃるようです。で、これはどういう選び方かと言いますと、その国会議員のとですね。もう一つは各都道府県連がありますから、その各都道府県連がですね。えー、持ってる票をですね。ですから合算するんですね。 そうしますと、全、えー、党員が入れたです、ね、時よりもこちらの方が実は党員のウェイトが低いというね、うん、そういうことになりますので、まあ、それぞれですから、誰が有利か不利かっていうのももちろんありますので、そういうやり方をですね、まあ、どうするかっていうことが、9月1日ですか、あの自民党の総務会で決めようという話も出てるようですので、これはあの残忍期間になるんですよね、安倍さんの残りの残り1年の期間を誰が選ぶか、誰にするかっていうことをですね。 まず1人はでですすねね石破さんです、ね、元幹事長この方はもう前回の総裁、えー、選挙にもですね名乗り上げておられますから、まあ、当然出てこられると思います、でもう一方はですね,岸田,さんですね岸田政調会長、この方もですねいろいろ準備をしておられますし意欲、えー、も集しておられますから当然出てくる、でそのほかにです、ね、名前が挙がっていることで申しますとあの菅官房長官ですね、それと、まあ、茂木外務大臣、河野太郎防衛大臣。 それにまあ小泉進次郎環境大臣まあ野田聖子さんですねとかまあいろいろ名前が挙が,ててがっておりますけどもまあ多分その今の中で申しますとえ石破さん岸田さん菅さんというお三方がえまああの焦点と申しますかこのお三方がどうかなということだと思います。石破さんについて申しますと 前回の総裁選挙そうでしたけれども地方の票ですね55対45と申しましたけれども地方では非常に人気がありますので地方の票は多分今回もですね集められると思いますけれども国会議員のところがですね派閥も19人しかいらっしゃいませんのでそこが薄いということですね。で岸田さんについて申しますとこの逆派なんですけれどもえーまああの国会議員のですね支持は結構あると思いますけれどもただ地方の人気ですねこれが。 まあ、あの次の総裁に誰が言ふさわしいかという時もですね岸田さんにはなかなか数字が出てきませんので次の選挙の顔としてですねこの人がふさわしいのかということに対するですね、まあ、疑念はあるということですね。と菅さんはですねこれはもう安倍路線の継承ですね安倍さんの今のその今政治の流れをですね。 まあある種選挙管理内閣的なものになるのかどうか分かりませんけども、まあ、そのそこら辺りがですね、まあ、次の衆議院選挙の時期をねどういうふうに考えるのかということとも絡んできますね。と申しますのは新総裁で選挙というねこれが多分自民党としてする勝ちパターンなんですけども。 このコロナの状況の中で,です、ね、選挙できるのかっていうまた問題もありますのでねそこらも一つないといいますか安倍さんがです、ね、やってこられました、まあ、アベロミクスでありです、ねまあ、外交はね私はの実績を挙げられたと思いますけどもそういうので積み残し案件がやっぱりいくつかありますよね。 例えばその経済で申しましてもねその成長戦略のところ安倍の成長戦略のところやっぱりここはかなりですね、えー、まあちょっと手押すといいますかなかなか前に進んでませんしあと今あのやってるのは全世代社会保障全世代型社会保障とやってますけどもこういう持続可能なです、ね、社会保障制度っていうのはねこれは負担の問題に伺ってきますけどねこういう問題は当然次の方はやんなきゃいけないだろうと思います。でですすかからまあいくつかテーマがありますので えーまあ、そこをどうするか、まあ、もっと言うとですね2020年ですけども今2025年段階の世代がです、ね、皆さん高,級高齢者の2025年さらにはです、ね、生産年齢人口が、えー、一番少ないとされて2040年というです、ねまあ、その長期的なです、ね、でこの国のちょ将来どうするかっていうその長期ビジョン みたいののもも含めましてですね先々のこともそのどうするかということをですね負担の問題も含めてそれをちゃんと国民にです、ね、説明し説得するということが、ねえー、次の方にはですねぜひとも必要なテーマではないかなと思っております次回のゲストは自由民主党総務会長の鈴木俊一さんです。あの安倍総理がですね 退陣を表明されました。これからですね、まああのいわゆるポスト安倍といいか総裁選びがですね、ええー、いろんな形で進んでいくと思います。まあそういう自民党内のですね動きをはじめとしましてね。あの総務会長というのは自民党の最高意思決定機関ですから、そういう中でですね、まああの鈴木さんにですねお話を伺したいと思っております。日経日曜サロンでした。次回もお楽しみに。